皆さんよろしくお願いします。哲学とです。前回、心理的離乳第二反抗期のお話をしたんですけども、じゃあそういった反抗期の中で生まれてくるものとして、まあ若者文化や対抗文化っていうような言葉についてお話ししていきたいと思います。青年たちは反抗のエネルギーによって、まあ社会の支配的な文化や価値観にとらわれない若者独自の文化、若者文化、ユースカルチャーを形成すると。これはまあ大人たちの文化への反発として対抗文化、カウンターカルチャーとしての性格を持つこともあると。まあ大人がまあ普通としている文化っていうものに対しての対抗という意味で対抗文化っていう言葉もあると。で、若者文化っていうのはまあその時期だけ、その時期っていうかまあ一過性のブームで終わることっていうのもあるんですけども、まあ現在残っているようなロックミュージックとか、あとまあジーンズのファッションなんかのように、まあ既成文化そのものの中にまあ取り込まれて既成文化を変化させていくってこともあると。で、まあこういうふうにこう若者文化っていうのが社会の方にむしろ影響していくっていうような関係がある一方で、ということはその若者文化っていうのも、ある意味でその青年たちが大人たちによる商業主義、コマーシャリズムの中で踊らされているに過ぎないという言い方ももたらすと。つまりどういうことかっていうと、大人はそのあたかもその若者だけの大人から独立した商品として、まあある衣服だったりとか、あるそのファッションの流行りだったりとかっていうものを社会の中に出していくと。で、青年たちはそれと知らずに、これが若者独自のものなんだっていうような形で消費していくと。まあ、こういった商業主義の一面っていうものも、やっぱり若者文化の中には見られる部分ですので、まあ、そういった視点もちょっと覚えておくといいかなと思います。どうもありがとうございました。もしよろしければ、右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方もお願いします。